皆さんこんこにちはゆうきです、えー、今日はネットの中でね最近見るとあのパイネットワークっていうね暗号通貨の話題をよくねまあ見るんですよで私のねあのチャンネル登録者の方も、えー、やってる人がいるのかなっていうことをねまあ考えたときにこのパイネットワークをねちょっとだけまあどんなものかって調べたら うん、ちょっとこれ気をつけた方がいいよっていうね話をしたいんでちょっと聞いてくださいね、えー、2019年3月14日に開始されたパイネットワークは誰もが自分の携帯電話で採掘できる最初の唯一のデジタル通貨であると説明していますパイネット w o r 側がね説明しているという話ねパイネットワークはビットコインのような複雑な計算 通学問題を解決するために膨大な量の電気を使用する代わりにメンバーがお互いの信頼性を保障するセキュリティサークルを通じてネットワークを確保しますセキュリティサークルはパイネットワークのユーザーによって構築され3人から5人の信頼されたメンバーで構築されます信頼できるメンバーとお笑いアクターを分離し不正な取引を防ぐグローバル信頼グラフを構築することでネットワークの暗号通過を ら、えー、にパイネットワークはネットワークのトークンである p y ユーザーに報酬を与えると、えー、これはあのー、皆さんもやってるから分かってると思うけど、ね、紹介せないわけですよね、うんえー、その紹介するコードがあってねあのー、それを知ってる人じゃないとこの p パイネットワークには参加できませんっていうねそういうまあ、スキームっていうかですよね。うん 紹紹介介者が、えー、紹介する、うん、そしてその紹介者がまた紹介するそれによって、えー、携帯電話でマイニングして p イっていう暗号資産を、えー、1日1日追うごとに、えー、増やしていくっていうそういうものなのかなでしょ p、ねうんえー、イネットワークはステラコンセンサスプロコトルと SCP ・連合ビザンチン協定に基づくコンセンサスアルゴリズムを採用することに、より非エネルギー集約的な採掘を達成しますパイネットワークは、SCP アルゴリズムを実行し、信頼グラフを情報を処理するノードソフトウェアに依存しています。SCP と FBA の統合によるビザンチン・フォール・トレランス。 アルゴリズムが直面する集中化の問題が解決されます。ノードは集中化された手段によって決定されるフォーラムではなく意思決定グループに誰を信頼して含めるかを決定しそれによって複数のフォーラムスライスを作成し分散フォーラムを形成します。検証コントローールはフォーラムの 内の特定の割合の濃度が指定されたトランザクションを受け入れることを決定したあとにのみ受信トランザクションを受け入れることができますだからこれは紹介性のことをねあの指していると思いますまあ難しいことはねあの置いといてだようんパイネットワークは何でできてますかユーザーがパイネットワークに参加するとさまざまな役割を果たしネットワークに貢献できますパイユーザーに対して使用可能な4つのロールは次の通りです パイオニアパイオニアはアプリにサインし自分の存在を検証する通常のパイユーザーです、えー、紹介してもらってアプリをインストールして、ねうん方のことですね貢献者は信頼できるパイオニアのリストを提供するパイユーザーですこの役割は3つの公用セクションを終えた後パイオニアに利用可能になります貢献者によるとユーザーはセキュリティーサークルに3人から5人のユーザーを含める必要があります アンバサダーは新しいユーザーをパイネットワークに持ち込むパイユーザーです。彼らは成功した人ごとにベースマイニング率で最大25%のボーナスを得得できます獲得できます。ノードはパイユはパイモバイルアプリを使用して自分のコンピューターでパイノードソフトウェアを実行する先駆者または貢献者であるユーザーです。<laughs> 一番さあのトップにいる、えー、3人から5人の、えー、グループのトップの人は25%のボーナスを獲得できる。p、う、y、んえー、モバイルアプリを使用して自分のコンピューターで p イノードソフトウェアを実行するとね、うん、皆さんがもしやっているんだったら、まあ、そのやっていることのことですよね。 B ネットワークとは何ですか2020年12月に発表された B ネットワークはゲームにゲームに焦点を当てたパイネットワークのクローンですパイネットワークのクローンです B ネットワークやってる人いるその結果 B ネットワーク と非常によく似ています最も顕著な類似点としてはマイニング手順、還元スケジュール及びユーザーがネットワークで果たすことができる役割があります。さらに B ネットワークはネッ,トネットワークのトークンである B をユーザーに報酬を与えます。ホワイトペーパー導入はプロジェクトビジョン、基本的なプロジェクトの詳細だけで構築されており、構成されており、プロジェクトは技術的な詳細に関する情報はありません。B ネットワークはまたそれがコンセンサスを維持する方法に 言及しませんでしたしたかし p y n e t ワークで使用されるアルゴリズムと同様のアルゴリズムを使用している可能性があると。これは B ネットワークは本物の人々で構築される構成されるネットワークとして特別に設計されていると述べセキュリティーサークルという用語に言及しているホワイトペーパーを通じて推測されている。うん、B ネットワークは p y n e t ワークのクローンです、ねうん。それはまた逆もしかりってことです。 同じ技術者が作ってるんじゃないのってね表面ではあのそうじゃなくてもですよね、うん、同様にユーザーは B ネットワークで、えー、異なる役割を果たすことができるユーザーが果たすことができるこれは次の3つの役割ですこれは B ネットワークの話ですよパイ,ネパイオニアはパイネットワークのパイオニアと同じで彼らは B アプリと私のアプリにサインしますサインインします 大使、うんえー、は P ネットワークの大使と同じです彼らは新しいユーザーを B ネットワークとチームに招待します B ネットワークはアンバサダーが今後のアプリ内機能でチームメンバーとミッションを完了することができると主張しています検証方法は Py ネットワークの貢献者と似ています、えー、検証者はメンバーの身元を確認しメンバーが信頼でき不正でないことを確認します B ネットワーク チームは今後の役割を開始し B ネットワークの機能全機能を活用する前に全てのユーザーに顧客を知る KYC 検証を完了する必要があります KYC 検証皆さんやってますかねパイとと B ね、うん、パイネットワークと B ネットワークはどのような問題解決しますか パイネットワークと B ネットワークはアクセシビリティの容易さであるビットコインが直面する重要な問題の一つを解決しようとしているプロジェクトです。ビットコインの人気が高まるにつれて1枚,当たる1枚のコインの価格は2010年7月にコイン当たり0.10ドル以下から2021年9月には1コイン当たり 4万5千ドルに急ししました早く入った人は今ネットワークの大半を制御しています報告書によるとネットワークエンティティの2%が全ビットコインの71.5%を所有しており機関投資家クジラがよりビットコインを蓄積しているとす、えー、推定されていますさらに多くの企業や、えー、独自のビットコイン鉱山農場を建設し 運営し始めましたしたかし必要な資本が多いため平均的なネットワークコントリビューターが競争しブロック報酬を受け取るのは困難になりましたしたがってパイネットワークと b ネットワークは世界中の人々によって取って暗号通貨をより簡単にアクセスし入手できるようにすることを目指していますこの目的のために彼らは誰もが自分のモバイルデバイスから暗号通貨を採掘できるようにする方法を開発した ということですね類似点は何ですか、うん、B ネットワークは Pi ネットワークの母方者であるため2つは多くの類似点を持っています上記の類似のコンセンサスアルゴリズム以外に他の顕著な類似点は以下の通りですトークン値 Pi ネットワークと B ネットワークのモバイルアプリケーションを得得得した Pi トークンと B トークンの両方は暗号交換 にリストされていないので価値がありません2つのネットワークは将来的にトークンをリストする予定ですアプリの機能はパイネットワークとアプリと b ネットワークアプリの両方がユーザーがパイネットパイトークンを採掘し採掘されパイトークンを保持するための財布として機能することができます2つのアプリにはユーザーがコミュニケーションを取ることができるチャットセクションと招待したユーザーを管理するためのチーム管理セクションがあります パイネットワークアプリと B ネットワークもプラットフォームに分散型アプリケーションを含める予定です。含める予定です今どうなってますか皆さん。紹介スキーム。パイネットワークは、または B ネットワークに参加しようとしている人は通常 Android Play ストアまたは iOS App Store、レビューセクションから調達できる紹介コードが必要です。2つのネットワークはピラミッドスキームとマルチレベルマーケティング で共通のモデルを実装しています。このようなモデルでは Py と B のユーザーは彼らが招待した人々がネットワークに参加しマイニングを開始した時に彼らが採掘率にボーナスを獲得します。鉱山機器と手順 Py と B ユーザーはスマートフォンとトークンを採掘するために最小限のバッテリー消費量バッテリー電力を消費する低コストのプロセッサーのみを使用しています。 まず Android ストアまたは App Store の p イ b アプリをインストールし ID 検証をし紹介コードでアカウントにサインアップする必要がありますその後ユーザーは毎日24時間に1回ログインするだけで、えー、ボタンクリックしてトークンを取得でき取得しています、えー、皆さん p イでも B でもいいんだけど、ね、ボタンをクリックして毎日報酬が増えて、えー、スマートフォンの中の B の、ね、数字が増えていくっていうのを楽しんでいると思うんですけどねこれはねあのみんながみんなで同じことをやってるわけでしょ、ね、じゃあなんでそれに価格がつくのなんで価値が上がるのそれで仮に上場を果たしたとして上場を果たせるかもどうかも分かんないけど上場してる今ちょっと俺調べてないからねあの簡単にちょっとあの話しているからさね あのもし上場してるんだったら、うん、ちょっとびっくりなんだけどさ俺はね紹介であのー、人を集めてボタン1回押して枚数が増えてねそれが、ね、価値がいくらだと、ね、例えばビットコインがね今ねあの下降トレンドでずっと下がってるけどパイはどうなってるの反応してるのしてないのどっちなのかっていうことね 反応しないんだったらなぜ反応しないの、うん、もちろん上場しないからだよね、うん、だけど資金が全然入ら入らないで数字だけ増えていくんでしょアカウントにサインアップしてねログインしてボタンを一回押すだけで枚数が増えていくものになんでそれ価格がつくの皆さん考えてちょっと半スケジュールパイネットワークとビーネットワークは同じ 減るスケジュールを持っていますどちらのネットワークも1時間当たり1.6トークンの、えー、初期マイニングレートを持ちます。ユーザー数が10万に達成すると、10万に達するとマイニングレートを半減し、1時間当たり0.8トークンになります。ユーザー数が100万に達すると、採掘率は1時間当たり0.4トークンに再び半減します。採掘率の半減はユーザー数が1000万人、1億人、10億人に達成すると続きます。10億人の ユーザーの最終的な採掘率は1時間当たり0.05トークになります。ここら辺はさね。あの採掘率がどうとかさ。さあのどうのこうのっていうかね、えー。取引所にまず上場するのかがまず問題だからね。ここら辺はもう省くよね。b ネットワークもね。うん。 チーム ID プロジェクトのロードマップアプリのプライバシーなど2つのプロジェクトに明確な違いがいくつかあります。これらの相違点は詳細は次のとおりです。開発チームの i d パイネットワークには外地のチームがあります。ニコラス・カッコリスなんちゃらかんちゃらなんとかはパイネットワークの共同設創設者です。彼らはマック・フィリップが経営学の 止号をを持持っている間コッカリスファンが医師の学位を保持しているスタンフォードの卒業生ですしかしマック・フィリップはパイ・ネットワークを離れとのベンチャーに移りました対照的に B ・ネットワークの背後にあるチームは匿名でありあまり信用できません、うん、スタンフォードの卒業生だってね、うん、言っているんだけどさ本当にそう皆さん、うん、そこまでは調べてない人は多いかな 仮にあの自分のプロフィールにねスタンフォードなんて書いてあったってねそれ自分で書いてあるだけで本当にスタンフォードかもわかんないよでその人は今現在もう離れてるんだよ、ね、システムを作らしてね金払ってはい終わりってことじゃないの皆さんちょっと考えてねシステムを作ってもらってね、うん、報酬を受け取ったから離れたどう <laughs> プロジェクトとロードマップのの将来の計画開発,啓発・プロジェクトロードマップと将来の開発計画 p イ n e t w o r k にはテストネットやメインネットの起動などの開発フェーズを一覧表示する、えー、展,開展開計画がありますしかしフェーズのリリースは具体的な数字ではなくコミュニティがソフトウェアの準備ができていると感じているかどうか に基づいていてます一方 B ネットワークのロードマップは開発フェーズを進める前にネットワークが達成する必要があるマイルストーンがリストされています。例えばユーザー数が100万から1000万の間の場合ネットワークは KYC 検証を開始ノードとダップスのエコシステムを導入します。 アプリのプライバシー。iOS では B ネットワークアプリは連絡先情報のみを収集しパイネットワークは電子メールアドレスの連絡先情報や ID 情報を使用して収集します Android ではパイネットワークのアプリは同様の連絡先情報を収集しユーザーが許可した場合にシステムに設定を変更できる潜在的な危険なアクセス許可が含まれています 一方 B ネットワークの Android アプリははるかに押し付けがましいです B アプリはカメラ連絡先場所電話ストレージ通知実行中のアプリのアクセス許可を要求しますこのようにアクセス許可を拒否することもできますが B ネットワークは間違いなくパイネットワークよりもプライバシーに優しいのは劣ります パイネットワークと b ーネットワークはユーザーがスマートフォンの快適さと使いやすさからトークンを採掘できる2つの非常によく似たプロジェクトでユーザーは Android または iOS の携帯電話にアプリをインストールしボタンをクリックするだけでマイニング開始する必要がありますパイネットワークは2019年に立ち上げられ2020年にパイネットワークのクローンである b ネットワークが立ち上げられました b ネットワークはパイネットワークの 母法者であるためトークン値アプリ機能紹介スキームマイニング機器手順半減スケジュールおよびマイニングレートの点でこの2つは非常に類似していますただし2つのプラットフォームのユーザーの増加によってマイニング率が変化する場合がありますしかし開発 IT チーム、ね、開発チームの ID プロジェクトロードマップアプリのプライバシーなど2つのプロジェクトはいくつか違いがありますパイネットワークには外地のチームがありますがえ不明な ロードマッププと侵入性の低いアプリがあります一方 B ネットワークのチームは匿名であり、最終的でカメラ連絡先、場所、電話、ストレージなどのアクセス許可を求めています。肯定的な点として B ネットワークはユーザー数に基づいて明確なマイルストーンを持つより明確なロードマップを持っています。はい。ということで、皆さん、えっと、俺がね、あのー、言いたいのは、なんで、ね、こういう。 よくねあのわからないものいや暗号通貨なんてね基本的によくわからないものかもしんないけどさ、ねうん、考えなきゃいけないのはねアプリをインストールして許可を求められて自分が許可をしてねそして1日1回ボタンを押してマイニングされたねあの P と B がね増えていくっていうことを楽しんでいる。ねあの チャンネル登録者の方がいるんだったらちょっと考えてください本当にねあなたがいくらか投資したかわかんない100万なのか1000万なのか俺は知らないけどねスマートフォンを使ってメールアドレスを使ってね暗号資産のね、あのー、取引所に登録してねやり取りをやっている、ね、そのスマートフォンにね、うん よくわからないねあのアプリをインストールして許可を求められた時にね許可を押してねその許可は何と結びついてるのかわからないけどここに書いてあるでしょ危険だってね B ネットワークは連絡そううんうん アプリのプライバシー、iOS では B ネットワークはアプリの連絡先情報のみを収集し、パイネットワークは電子メールアドレス情報など連絡先情報や ID 情報をし使用して収集しますって書いてあるんですよ、皆さん。ね、あなたが使ってるアドレスとか、ね、ID とか、ね、いろんなもの、電話帳とか、ね、分かんないけど、そういう、まあ、情報は、ね、そのアプリをインストールして許可することによってず,ずっと収集されてるんですよ。 ずっとです、ね。皆さんがステラとか XRP とか、ね、XDC とか、ね、ビットコインやイスタラムっていう、ね、高い暗号資産を、ね、あの購入してウォレットに保存したり取引,所に取引所で取引している、ね、そあの送金したり、ね、受け取ったりしている、ね、アドレスだったりいろんなもの、ね、こういうものは収集されているっていうことを分かってください。危険です本当に ね、ということを俺は言いたいです。うん、もちろん、ね、もっと調べる必要があるのかもしれないけど発揮してもうこれだけで十分だと思います俺は。ね、パイと b は、ね、紹介制度をとっていて、ね、ピラミッドスキームを使っているって書いてあるんですよ、ねま、マルチレベルマーケティングだって言って。ね ちょっと考えてください本当に俺の大事な視聴者の方へちょっと動画を撮りましたそれじゃあね